さあ、お時間は何時ぐらい？まだ50分。あ、もう50分。早っ。次がね、長いんだよ。長いんだよね。次がちょっと長いから、途中で終わっちゃうかもしれないよ。でも、パーッといっちゃいますか、一応。追いつけ、こっち、私が追いつけないかもしれない。私が追いつけないかもしれない。で、バッと解説して。いや、でもここ大事なとこなんだけど。あの、滴れの剣のやつ。確かに武田出てくるここ大事なとこなの。途中までにしますか。ここちょっとやめてとか言ってなかった。ここちょっと面白いとこだね。うん。それとほら武田出てきて、うん。あの諏訪。うんうんうん。諏訪の方も出てくる。そうですね。そうなの。いろいろここ盛りだくさんなんです。結構確かに盛りだくさんなんですよね。やめといて。ここから次回にしますかじゃあ。うん。そうしましょうかね。やめといてさっきの。商店会の話もちょっと商店会の話行きましょうかね。聞きたいですが、ではあの大倉頼朝商店会の今までそして今後の展望とかね、その辺ちょっとお話しいただければと思います。今こう力を入れてるっていうか、あのやっぱり大河ドラマで扱っていただいたので、あの大倉の地図を作って、無料で観光客の方に配ってるんですけど、地図で、商店会 の、 そのお店の紹介が全然入ってないっていうので、新しくまた、あの地図作り直して。商店街、お店の情報も出るようにして、それはいいですね。あれでも補助金で作ってるから無料で誰でも取れるって感じになってるんですよね。あれは有料にしちゃうと逆に補助金がその適用できないみたいな感じなんですか？あ、ダメなんですか。そうなんだ。なんかほら定期的に更新してね、行かなきゃいけないっていうのが手間っていうふうにおっしゃってたので、それを考えるとこういちいちね、いちいちこう補助金って言わずに、なんか定期的になんかこう更新して、逆に販売してなんかそれでちょっとこうね、収益化にはならないかもしれないけど、トントンで作って出してっていう気にはいかないんです。なかなかお店の情報って本当にコロコロ変わるから、ね、大変ですよね。新しいお店がね、まあまあできてきてるんで。でもやっぱり地図に載せてほしいっていう声が大きいってことですか。だって実際はウェブサイトにね、QR コードでしたっけね、あれで。QR コードでまあ見れば。できるんですけど、ネットで見れますもんね、実際はね。やっぱり紙で載せてほしい派が。まあいらっしゃるんで、まあいらっしゃる。なるほどね。じゃああれじゃないですか。もうこれまで40年やってきて、さらにこの先潰れないっていう保証をしてもらったら載せますみたいな。10年間潰しませんっていう誓約書みたいな。またかよみたいな。またなくなったのかよみたいな。でまた新しいのできたの。変わってる。そう。本当は実物がいっぱいあればいいですけど。グッズもいっぱいあるんですよね。あ、グッズいっぱいありますよね。本当にグッズいっぱいあって、まあせっかくの機会なので、どういうところにどういうグッズを販売してるって言っていただいて、この地図とか置いてあるお店、まあ大体三十屋さんみたいなところは、地図も常に置いてありますし、T シャツも販売してますし、三条や大谷商店さん、はい。で、クリアファイルとかも、いや、今日お持ちいただいたんですか？嬉しい。鶴橋も持ってます。私も持ってると思う、多分。どれにもらったんだっけ？なんかね、ご自由に持ってるね。これは持ってない。これじゃないやつ。これ可愛いな。後ろに地図があるんで。これ欲しいな、これ。ちょっとこれ、もうちょっと近くにしてもらっていいか。これはいいね。これね、鶴橋もね、結構持ってる。これですよ。持ってる人もいるかもしれないけど。これはクリアファイル版で、で、これも非売品なんですよね。あ、それも売ってないです。これです。お買い物していただいた方に。あ、そうなんですか。なので、まあ、三条や大谷商店さん以外もね、置いてあるところで買い物なり飲食すれば、
もらえるよって。かわいいな。ちなみに、このデザインのこう決まった経緯みたいなのは、デザインの方が、はい、当時 の、 あの商店会長さんが、うん、私の友人にデザイナーの人に頼んで、うん、いろいろデザインしてもらったんですけど、うん、最初はあの桜道の方の丸いポストのデザインにしようかって言ってたんですけど、うんうんうん、その商店会の会長さんにちょっとか、うん、お顔が似てるんで言うか、うん、そうなんですね。そうなんだ。頼朝の墓も近いことですし、うんうんうん、で確かに源の頼朝さん、なるほど。よるキャラに。逆に良かったんじゃないですか、ポスト君よりも。ねえ、ねポスト君より良かった。頼朝君になった方がね、うん、すごい結果往来。ねえ、鎌倉らしさって感じですね、うん。ちなみに、このイラストは、ボツだったイラストの中から選ばれたって聞いたんですか。一番簡単なタイプだったんで、はい、うんうん、はい。これはないでしょ、みたいな感じだったんですけど、会長さんが来て、うん、これが一番シンプルでいいんじゃないかって言って、あ、はい、うん、じゃあその会長さんの鶴の一声で、一声でボツの中から蘇った読みの僕、はい、いいですよね。見やすいというか、そうそうそう、すごく、うん、ね、うん、すごく可愛いというか、かっこいいというか、はい、インパクトがありますよね。ね、本当ね、うん、見たらそう覚えてすぐ分かる、そうそうそう、うん、ちなみにこれを書かれてるイラストさんは、はい、お名前は、あの島清太郎さんって方。島清太郎さん。女性だと思ってた。ね、デザインの雰囲気から。男の方なんですね。はい、男性の方。とっても可愛いイラストを得意としてるし。子供っぽくなりすぎず、うん、うん、渋くなりすぎず、うん、ちょうどいいところを取ってる、うん、はい、キャラクター化として、うん。なるほどね。はい、まあ、ちょっとね、地図にね、本当にお店載せていくっていうのは結構難しい課題かもしれませんけれどもね、今後ぜひ頑張っていただきたいなというところありますよね。クリアファイルになってるといいですね。そうですね。ね、本当ね。ね、なんか、紙入れて持ち上がった時の、いろんな資料、資料を、ね、はい、うん、いいね。ね、歩いてるうちにね、いろんななんかそういう、なんか資料が置いてある場所とかありますので、それ挟んでいく。ね、何年か前からですね、この大倉頼朝商店会と一緒にこうコラボしてですね、源頼朝公のこう功績を称えるお芝居とかね、あと武者行列とかできないですかって話も結構提案させていただいたりとかしてたんですけどね、なんか今後イベントとかはなんか予定とかありますか？イベント、やっぱりコロナが流行ってたんで、イベント類がね、みんなだんだんこう、少なくなってしまったんで、やっていきたいと思ってるんですけど、今後もしじゃイベントが行われる際は、うん、我ら武者行列と、ね、ああ武者行列行きたい、ね、源頼朝公を称えるお芝居を、うん、いやいやどこでやるんだ、お墓の前、お墓の前、白旗神社の公園のところ、あ、公園、あ、公園だったらまあ許可取れるかもしれないですね。うん、8万に許可取るのは大変かもしれないですね。ね、うん、ちょっと小さな公園ですけどね、うん、あ、いいかもしれないですね、うん、まあ、いや、学校とか、学校とか、先生学校とかまた入れてもらうみたいな、また入れてもらう、いや、あそこの、じゃあ、の横浜国大、国大附属もね、うん、まあ、でもいろいろ、いろいろなんかありますよね、ね、候補はね、そうそうそうね、うん、そうですよね、大印象は、ああ、ね、確かに確かに、体育館とか借りて、体育館とか、うん、わっちゃすごい大きい祭りだ、ゆくゆく中学校っていう、うん、中学校の方は新しくて綺麗、確かに確かにね、まあ、大倉もね、ちょっと広いですしね、エリア的にはね、うん、そうですね、ね、はい、ね、はい、さあ、じゃあ、お時間はどうでしょうか、今。あと1分なんですよ。あ、じゃあ、秀幸さんとめぐみさん、はい、ちょっと手短になっちゃいますけども、うん、今後のイベント情報。あと1分です。今後は、来週の火曜日、うん、あと1週間後か。うん、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、私が。けど、はい、お話し会。お話し会。はい、サネトモト工業ですね、うん、今回の演劇を記念して、サネトモト工業のお話があります。うん、よろしかったら、まだ席空いてますので、いらしてください。16日ってことは火曜日ですか？来週の火曜日。そうですね、来週の火曜日。あと、お
散歩は夏の間は暑いのでお休みなんです、ねうん、お休みね。で8月はやっぱり第3、うん、基本的にお話し会は第3火曜日なんですけれども、うん6月に雨で中止になった扇ヶ谷の女性たちのお話です、うんうん、あそれ聞きたかったから、うんそれね、ちょっとなんか幸いかもしれない。雨で中止になっちゃった、うん、そうですよね。雨で大雨の時でしたよね。そうそう、ね、それが8月の19日です、うん、8月19日あ、違う違う、20日20日、うん、8月20日、火曜日よろしかったらいらしてください。これちょっと行きたいです、はい、うん、秀樹さん、はい、まあ工業のレボリューションという演劇が終わって、うんまあ、長尾定影役という役をやらせていただいて半年余り、うん、まあヒゲとお付き合いしてきたんですけど、うんまあ、いろんな各所からの圧力そのためのヒゲだったの。いやそういうわけでもないけどでも長尾定影って65歳の役なんでこれ生やしてた方が多分三浦義村より年上だったそうそうそうだいいだろうっていうことで、まあ、そういうのもあって生やしてたんですけど、うんうんうん、まあヒゲ伸ばしてみたらどんなになるだろうっていうのもあったんですよね、うんうんうん、でもまあちょっといろんな方面からのご意見等もありまして、うん、一旦ちょっとリセットするということで、うんうん次回の武士トークでは今度違う人みたいにスルッパゲになっちゃう。スルッパゲまではいかないです。薄く残そうかなとは思います。ここの坊主にあごひげと、うんうん、でもまあそんな感じになるかなっていうところと あとは今週か、うん、日曜日に江南大カルチャーセンター、バーズカルチャーセンターさんの方での歴史講座が、うんうん、4回目を迎えて、うん、今まではちょっと場所とか地域的なことをお話してたんですけど、うん、ちょっと鎌倉ゆかりの人物についてお話ししたいなと思っていて、うん、ちょっとどこまでお話をするかっていうのを悩んでるんですけど、うん、まあ将軍がどうしてその親王とかに変わったのかとか、うん、そういう話をちょっとしたいなっていう、鎌倉将軍のその歴代の変遷とそこに含まれてる物語みたいなものをちょっとお話ししたいなと思って、まあ機会があればまた執権の話とかいろいろ回を分けていきたいと思うんですけど、まあちょっと最初はそのお話ししようかなと。まあちょっと結構お客様、今いらしてるお客様が歴史散策のなんかネタ探しに、うん、に聞きに来て来られてる方が多いんで、そういうゆかりの場所とか、うんうんうん、関わりの深いお寺なんかも含めて紹介していこうかなと思っております。うん、はい、すみません、ちょっと長くなっちゃった。コメントいいですか？はい、じゃあコメントを、はい、一休さんが、最近すごい和風の豪邸が大倉商店街の近くにできたが、和風の豪邸、あれか、うん、あれはなんだ、ね、あれかい、そうそうそう、うん、なんか商店誰がなんかご存知、マンションやめてそれが建ったところ、そう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 、黒い塀のところですか、うんうんうん、もう一軒もっとなんか大きいところがあって、いやなんかすごい、すごいなんか最近できたって、 どんだけお金持ちが住むのみたいな、個人宅、個人宅、個人宅です、うん、うわそういうことですよ、ね、そして全財庵さんがクリアファイル欲しい、はい、全財庵もイベントに出展させて欲しい。あそれはもう確約で、それ大丈夫でしょうね、大丈夫でしょう、大丈夫ですよ、うん、そしてヒロさんが、うん、お話し会よろしくお願いします。ヒロさんも来ます。それは、うん、皆さん会いに行きたいんじゃないですかね、うん、あ、これは岡田さんに最強の貫禄の長尾殿でした。うん、ありがとうございます。いや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 。いや、本当お二人ともお疲れ様でした。ありがとうございます。それがしは2月にご一緒させていただきましたけどね。はい。ということで多分以上だと思うんだけど。はい。じゃあちょっとね、お時間過ぎてしまいましたけれどもね。はい、今日は大倉、頼朝商店会から大友由美さんをお招きしての、鎌倉の、雑談番組、武士トークでございました。うん、次回は7月の23?あ、いやいや、8月の20、8月の、あ、じゃあ7月の23。7月の23かな、うんうん、と思います、うんうん。はい。ということで、また2週間後に皆さんお会いしましょう。はい。ありがとうございました。皆さんコメントありがとうございました。